皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。道楽おやじです。前回の動画 DIY でお店に、その11、扉の取り付けからなんと24日と13時間も空いてしまっていると、現時点で空いてしまっているという、本当にね大変申し訳ないと思っております。でもね、編集がね本当大の苦手でね、動画は全て撮り終わってまして、まあっていうかね、撮り忘れというかね、いろいろまああるんですが、まあ一通り撮り終わってはいるんですが、なんせ編集がね落ち着いておりません。お店の方もですね、徐々にお客様の方が増えておりまして、活気づいてまいりました。お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。はい、という下水お店の紹介はさておき、今回はですね、客室テーブル席の天井の貼り付け、カウンター席側床の貼り付け、テーブル席側の作り付けの椅子なんですが、また動画がね途中から撮れておりませんで、もう骨組みを作っただけなんですけども、その動画、あとねカウンター周りちょこちょこっとやっていきます。はい、というわけでね、そんなね見りゃわかるだろうっていうようなね動画の説明とね、下水お店の宣伝なんかしてる間に、もう天井のボードが1枚、貼り付けられました。今日の作業は日中妻がお仕事なので、私一人での作業となっております。でね、天井はね一人でやるもんじゃないなって思ったんですよ。っていうのは、まあ一人じゃねできなくはないんですよ。できなくはないんですけども、まあ現に1枚目がね、まあまあなんとかねもう無事に取り付けられたんでよかったんですが、問題は2枚目ですよね。っていうか1枚目もねこれやり損じてるんですよ。なんとですね、照明を入れる予定だった 100mm の穴をホールソーで開けるのをすっかり忘れてたんですよね。道楽おやじはねゴリするのが得意なんでね、これ取り付けた状態で 100mm のホールソーズバーンって当てて開けちゃいました。でこの石膏ボードを止めたノブチ、これはですね、壊したノブチじゃなく、その前の、リフォームの前についてたノブチ、こっちの方がねはるかに丈夫で、かつそのまんま壊さずに残されてたんですよね。なのでこれを使うことにしました。そして間の2枚目なんですが、問題の嵐、最初にねこのボードをね置く向きを間違えてね、なんかへんてこりんな持ち方でなんとかして天井に持ってったんですけどもね、これね反対向きにやってればねなんてことはなかった。そしてさらにここで問題が発生、ちゃんとね石膏ボードの方を隣の石膏ボードに合わせればよかったんですけど、隙間が空いたまま1本止めてしまったという、この隙間ですよ、この隙間、これね5センチ3センチ5センチぐらい空いてんのかな、なんでこれ確認しないで打っちゃったのかなって、これがねあのそもそものね問題の発生じゃない、問題じゃないな、悪夢の始まりでしたね。ですぐ気がついて1本目止めたこのビス、これを外すんですよ。ここまでは順調だった、ここで外してずらしてぴったり合ったぞって、ここで止めるまではいいんですよ。その後です、問題発生したのは。今使ってる脚立がですね、まっすぐになったり山になったり W 型になったりコの字型になったりして、すごく便利なんですが、いかんせん作りが雑なんですよね。でコの字型になった時に、そこの、平らな部分をこの足場にできるそのフラットな板があるんですけども、それがずれてねこんなことになっちゃいました。まるであのチーズの餌に騙されて挟まったネズミみたいですよね。しかもドリフのコントのように上からたらいが落ちてくるんじゃなくて石膏ボードが落ちてくるって、そりゃそうですよ、だってビス1本でしか止まってなかったんだもん。しかも神業のような運動神経とバランス感覚とりあえずインパクトドライバーを置いてボードを必死に押さえながら足場を確保するというね荒技に出ます。脚立の足場にネジやら工具やらいろんなものをね散らかしっぱなしにしといてね、これ整理整頓するべきですよね。とりあえずぶん投げて元の位置に戻しました。でさすがにね石膏ボード背負ったままだと作業性が悪いんで、まず石膏ボードを止めちゃうということで、もう早速ねインパクトドライバー握っております。でねネジはね口にくわえっぱなしでね結構つらかったんですよね。もがくじゃないな、叫ぶこともできずにね無言でやってます。でここからは余裕ですよ。抜け落ちたビスの穴にねあの石膏ボードを突っ込めば、あの位置がねぴったりと収まるんで、そこからねビスでバンバン止めていけばいいだけの話なんですが、これね慌ててるもんでね、ほんとねろくなことが起きない。このねビス打ったらねのぶちから外れてね空回りするんですよね。うわー何やってんだろうなって。でさっさとボード止めりゃいいのに、ちょっとそれを外そうかと言ってね必死になってるね自分がいるという。先にね5、6本バンバンバンって止めちゃえばよかったのに、何変なことやってんのかなーってね、後からねもう見返してみるとね結構笑っちゃいますよね。まあ私事なんですがね、道楽おやじはね変な性格でしてね、なんかイレギュラーがあると優先順位を度外してね、そのイレギュラーを解決したくなるという変な性格がありましてね、とりあえずこのネジを外すことで必死だったんですよ。でもこんなボードがねチューブラリンの状態でね、なんていうのかな、この壁側だけに
まあ、中央に止めてるんですけども、壁側ほぼ壁側だけにねビスが集中してたんでね、あのなんとかな手前方のビスをまず先に打っとけばね、あの余裕を持ってねゆとりを持ってできたのにね、なんでそれ先にやんなかったのかなと。でね、イレギュラー重なってる時にいろいろなことが起きるんですよね。あのこんな中にね、あの営業の方がやってまいりました。というか独学というより学んでもいませんわ、やってみてこうなったみたいなこんなね雑でいいのかななんてちょっと思いましたよね。というわけで営業さんとのお話は15分程度で終わったんですが、その後にね動画をねあの録画また押し忘れて、そのまま天井は完成してしまいました。完成の動画がないのでね、あの店舗に来て見てください。そうこうしてる間に妻が、会社から、戻ってまいりました。まあ天井の方もね少し残ってたんでね、ちょっと防護服防護服っていうか、これあのなんだ放射線の防護服じゃないですよね、ほこりをただただあの避けるためにね天井少しやってたんでね、結構ほこり落ちてくるんですよ。まあその関係でね服を着てるんですが、床を張る分にはねほこり落ちてこないからこれ脱げばいいのになぁなんて思ってね、結構ねこれ重宝するんですよね。でもね長いこと着てるとねいろんなとこが裂けてくるんですよね。こいつはねお尻股の部分がね裂けてねかっこ悪いんですが、まあ私のはね腕が裂けてね腕片腕ない状態でね、これ着てる意味あるのかななんて思いつつ、まあ、着てる意味って言えばね妻もねもうほこりが降り注ぐような環境じゃなくなったからね脱げばいいのにねずっと着たまんまやってます。あのあれと一緒ですよね、あの例えばワンちゃんなんかは、あ犬ですね、あのワンちゃんなんかはこう服を着させようとするとすごく嫌がるくせに服を脱がせようとするとさらにまた嫌がるという、もう着たら着っぱなしみたいなちょっと違うかニュアンスは。というわけでね今貼ってるのがスーパービバホームで売られていたリモデル用のクッションフロア、これビニールフィルムが裏面に貼ってあって、それ剥がすと微粘着の状態の何ていうかなシート状というかクッションフロアなんですよね。なので貼ってとりあえずテクテク歩いてるとひっついちゃうというらしいです。まあまあね、あの後々ねいろいろねこう多分ねあの模様替えとかすると思うんでね、あこれ結構便利なんで剥がすのめんどくせえなと思ってね、でなかなかズボラなドーラー小屋子的にはねノリでつける手間も省けていいのではないのかなとちょっと思いました。で続きましてはカウンターの裏側ですね、こちらのね棚というかこれは足元のおっさんは歌うと何でも演歌調になってしまうという、なんていうのかな足元を塞ぐ板切っております。これね結構ね裏側ねデコボコデコボコしててね結構めんどくさいんですよ。でもねなんかやるからにはぴったりやりたいなということでね、ちょっとね奮発じゃないや頑張っちゃいました。でもさ見えるとこを丁寧にやろうよってね、なんか自分に言っちゃいましたねうん、こんな見えねえとこどうでもいいじゃんなんてねちょっと思いつつ、でもね結果的にはねあのここちゃんとやっといた方がいいかったかなって、本当にねちゃんとやっててよかったなって。でもね寸法ね本当ね数センチね大きくしたり小さくしたりっていうのはあるんですよね。やっぱりねここの中で作業するってこと結構多いんで、ここって結構気合い入れて作らないと後からねほんと作業のしやすいカウンター内になっちゃうんで大事だったなーって。まあちょっとねまだまだねちょっと改善する余地がいっぱいあるんだけども、ちょっとまあちょっと材料費の兼ね合いでねなかなかできておりません。でもまあまあ1回2回手直してねぴっちりじゃないなぴったりとはまるようになりました。まあ、店にしてもカウンター内にしてもそうですけども、徐々にこのアップデートしていこうかなとは思っております。お次は椅子ですね。椅子これこの字型にね椅子を設置しようということで、あの木枠を作ってそこで椅子にしていくという、
あの雑なこの椅子これでいいのかな。しかもこの雑さ、0.45、0.5 ぐらい、 0.5 度、1度ないからいいかなって。これ座るとね結構傾くんですよ。傾くというか角度変わるんで、 0.5 度ぐらいだったら人間気づかないんじゃないのかなということでね、まあこのぐらいは誤差ということでこのまま作っちゃってます。というわけでこのサイズの木枠を4個、作りました。この木枠なんですが、途中までは廃材を全部使ってたんですが、さすがにねこのちょうどいい、サイズの、廃材がねなくなりましてですね、最近よく建材で、なんていうのかな、こう壁の下地材とかでポプラっていうなんか合わせ板の柱なんかあるんですね。 35×45 とか 30×40 とかのそういったのがあるんでね、ちょっとそれを使ってみました。まあやばいやばいけどね、まあこのぐらいだったら耐えられるんじゃないのかなということで、お値段めちゃくちゃ安いんですよ。1本300円 2.8m かなんかの、長さで350円とか400円とか、普通のあのなんだあの木材だと多分倍ぐらいしちゃうんだけど、倍ぐらいするからまあ半額なんだけど、まあ結構安かったです。でその材木を使ってます。でカウンターなんですが、これ杉の無垢板、看板もね実は同じね吉野杉の無垢板を使ってるんですけども、使うんですけどもまだ使ってます、使ってるんだけど使ってないというか、まだ動画にはしてないんで、使う予定ですという体にしといてください。このカウンターのテーブルも吉野杉、こちらのね無垢板でね、このねこのなんつうのかな、このイボイボっていうか、なんだ木の根っこじゃないや、枝がポキッとなってる、こういうところとかねいいんですよね。それをちょっとまあ、ね、お客さんがね手触って怪我しないように、これペーパーのサンダー、ペーパーのサンダーというか、なんていうのかな、今グラインダーにこのサンドペーパーの紙切れがベタベタベタっていっぱいついてるやつ、それで磨いております。でね結構ねツルツルというかね、あのトゲがささち、あのなんぞささくれとかがなくなるんでね、そういった処理をして最後に、ニスを塗ってきます。あ、今回ニス塗りませんというかね、ニス塗った動画を忘れました。というわけでね、妻もやりたいということでねグラインダー与えてみました。グラインダーを動かすさず、なんか違うところが動いてるようにも見えますが、一応本人必死でやっております。まあまあなかなかね綺麗にできておりますんで、ぜひぜひこの部分もよくご来店された時は見ていただけたら、いいかと思います。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ドーラコヤジでした。